Hello everybody, how's going? どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信之でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございますマスタイムで4回6カフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田信之アワー、ね、あーすいません、こんな声でね、汚い声だな。この番組は吉本新喜劇で日夜頑張っております私森田信之、毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですね、パートナーのことを昔グローバルな情報から半径20センチの小さな笑い声を皆様にお届けするバラエティーのようなお時間となってございます。声が出にくいっていうのはね、この思考が鈍るね、なんか全てのことがやりにくいでございますけども、まあまあおそらく1時間持つか持たないかわかんないですけどね、途中からもうなってるかと思いますけどね。まあ独身術が得意な方に今日来ていただいてますからね。私の口の動きだけで会話を読み取っていただけたらなと思うんでございますけどね。まあまああの声だけでなくね、私今見ていただいたらわかると思うんですけど、変わったことわかりますかね。まあ私ね、こんなところでね、言うこんな声で言う必要もないんでございます。女性のお客さんがおるという状況でもね、まあこんな時に言うのはなんですけども、今日ちゃんとですね、やっと念願の包茎手術を終えてまいりました。見た目わかるよ。見た目でわかると思いますけど、やり終わった人間の顔してるでしょ。ね、こんな声で言うからね、なんか全部切ってきたんちゃうからもうあれかもしれませんけど、はい。今まではね、この何でしょう、インスタとかに上がってくる切らない包茎治療とかいろいろね見てね、安さで飛びついたりとかしてる人おられると思いますけど、私もあれ飛びつきましたよ。でもすぐ切れますね。結果この辺をね、糸でペッて止めたらだけなんですよ。これもうパッて取るとすぐパーになりますから。ですからあのちゃんとしたとこ行ってください。で私ちゃんとしたとこまたいろいろ調べて行ったんです。そしたらね、十何万言うてくるんですよ。なんかね、安くでできますって言ったら、なんかあなたの場合は皮をこういう風に持っていかなあかんから、ちょっとこういうやり方の方がいいと思うので、初めね、20何万言われたんですよ。いや、さすがさ無理ですわって。いや、でも、これは一番高い治療なので、その上の、上じゃない、その、もう一個安い値段でこれだけの治療させてもらいますみたいな。ああ、12万。高いな、思ってね。でいろいろ悩んでね、ほんの小さな勇気を持ってね、朝日美容外科に行ったんです。簡単にやってくれましたわ、安い金額で。ほんの小さな勇気を皆さん持ってください。で終わった後ね、院長がやってもらったんですよ。で終わった後ね、森田さん言って、院長が声かけてて、森さんのファンの方おられるんですよ、写真撮ってください言ってね。包茎治療した後、そこの看護師さんと写真撮りました。はい、そんなわけでございましてね、今後ノンストレスでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、この番組は、ただいま乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ大阪市内走ってございます。サンゴと書かれたタクシーでございます。 GO というアプリで呼ぶこともできますので、ぜひともね、ご利用いただきたいでございますが、まあ、ライドシェアとかいろいろ始まりますけども、もし二種免許取ってね、新たなセカンドライフ楽しみたいなという方はぜひとも、こちらの方のサンゴタクシーさんにご相談ください。普通免許持ってて5年以上経ってましたら、二種免許取るお金出してくれますから、ぜひともよろしくお願いいたします。続きまして、ご自宅なので空いてる土地ございませんか、すべて津田建設さんがお手伝いさせていただきますのでね、ご気軽にご相談ください。自宅で空いてる土地だとほったらかししてたらただただ税金がかかるだけでございますからね。コインパーキングのに書いて、収益の上がる物件にしてみたらいかがでしょうか。見積もりは無料でございますのでね、お気軽にお問い合わせください。そして、鶴橋で餃子といえば魅力で、鶴橋でまあお食事しようかな言ったら大体ね、韓国料理とか焼肉とかなったりするんでございますけど、餃子の大変美味しいお店がございましてね、焼き餃子はもちろんのこと、水餃子、スープ餃子、絶品なるものでございますので、ぜひともね、行っていただきたいんでございますが、今ここ収録日出てますよね、6月12日出てますよね。記念日ですよ。何の記念日か、森田信之が包茎手術って書いてるでしょ、ね。書いてないと思いますけど書いてますからね。ここ今スクショ撮っていただいて、お店の方に見せてください。この番組見ましたよ、見てきましたよって。そしたら何かしらのサービスが受けれると思いますので、ぜひとも行ってみてください。というわけでございましてね、
この番組並びに森田のミッションオーマイ神様では常にサポートしてくださる方を募集してございますので、お気軽に、何でもこちらの方にご相談ください。よろしくお願いいたします。ちょっと待ってくださいね。コメントがたくさん来てます。はい、声枯れてますね。そうなんですよ。隊長バウンは、なんだその声は。一つ上の男ですね。森田さん、谷町気取りの保険屋の大悪口期待してます、どういう人なんだろうこの人は。十一の森さんね、治療された方とクリニックに出たりして、それも YouTube で配信したらいいのに。できるか人かもねまあまあまだ何かでやりますわ。できるかそのもん。はい、そのわけでございましてね、多分今この辺にあの私の手術後のあの状況が写真出てこしますよね。あの麻酔かけてもらうとか全然痛くないんですよ。でも麻酔かけて2時間ぐらい結構痛みが走るかもしれませんって言われましたけどね。むっちゃ痛いです。今がまさにその時間帯ですけどむちゃくちゃ重いです。はい、そんなわけでございましてこんな状況でございますが、ゲストの方がねフレッシュに来てくださりましたので、お呼びしたいと思います。昨年の5月以来の登場でございましてね、住吉大和さんでございます。どうぞ。住吉大和です。ありがとうございます。ありがとうございます、お久しぶりです。お久しぶりでございますよね。先ほどちらっとお会いしましたけど、はい、あ、そうですね、本館で、ね、本館で、はい、ね、なんかもう打ち合わせが始まっている。あ、そうなんですよ。今度イベントさせていただくことになってまして、ね、はい、お忙しい。いやいや、もうありがたい。見たところ全員も向けてましたわ。顔が全員向けてました。顔が向けてた。向けてた。自分向けでしたわ。もう、あ、みんなここしっかりしてから、しっかりしてから、ここしっかりしてからイベントをちゃんと挑んでる。やってある感じがありましたね。なるほど、そんな感じでしたか、はい、もう3人、男3人が熱取ってね、はい、稽古、あ、稽古ちゃんに打ち合わせしてありましたけど、はい、全員も顔はずっとつるんでるし、素晴らしい、ね、まあしっかりちゃんとその通りでございますね。え、はい、もう早いね。イベント7月でもうせなあかんのか。そうですね、もう1ヶ月後ですね。切ったん。もう明日で切ります。ああ、じゃあまあ1ヶ月。はい、1ヶ月ですね。えらいね、一人でやるって。いやいや、もうめちゃくちゃありがたいことで、一回ニーナさんとさせていただいたことがあるんですけど、はいはいはい、まあ、その時も、はい、出させていただきました。いただいてありがとうございます。はい、どうでもない。それ以来、まあ今回一人リーダーは初めてでさせていただくんですけど、はい、だってまあこんなん言ったらですけど、新規って何年目ですか。6年です、ね。だから6年は新規のキャリアイコールあなたの経歴じゃない。はい、まあそうですね、芸歴6年目でやるということはいてないんじゃない。うん、まあそうですかね。どうなんすか、ね、最年少チャレンジではないの。おいくつですか。僕24です。あ、じゃあ最年少チャレンジじゃない。あ、そうなんですかね。あ、まあ今最年少ですね。うん、最年少でリーダーは多分そうですね。そういうのもっと歌ってもらわなかったそれを、あ、なるほど。だってなんかあのチラシ見てる限りでは、はい、なんか、そのどういう、まあ、いきさつは知らないよ、はい、でもなんかこの人がやるということに対してなんかスペシャルな感じがあかんないじゃない。まあ、まあ、言うとちょっと、今年演歌デビュー、はい、演歌歌手デビューさせていただきまして、はい、で曲も出させていただきまして、はい、まあ、その演歌歌手の人のリーダーみたいな感じでちょっと進撃させていただきたいなと思いまして、まあ私曲もね、はい、何度も聴かさせていただきました。進撃フェスでずっと流れてる笑いに変えるから。そうですね、ああ、こっち笑われんかったわ、あんなに流れたら。いやいや、いや笑ってくださいよ。いやいや、炎天下の中子供のためにボールを置いて蹴らさせて暑苦しかった。暑苦しいところちゃうから。いや、暑苦しいよ。実際暑かったし、はい、しんどかったし、そんな中で笑いに変えるから変わるかこの思いましたけど、僕もずっと流してもらってると思って。あんなことないですからね、万博で、はい、万博の会場でずっと。そのうち空にバーってドローンかなんか、誰も言うよ、飛行機なんかバーって走って、はい、あの歌詞出んのかな思ったわ笑顔の会そこまで大掛かり、うん、いやー、いつかそこ目指して。ずっと流れてたよ、まあなたの歌と、はい、あと辻元さんの夜芝居の歌あ、それも流れてた。懐かしい歌やな思って、なんか他の歌ないんかや思ったわ。いやいや、あれがいいんですよ。え、あれが流してくれるのがいいんですよ。いやいや、でも山ほどあるやん今まで、まあ、歌。パンツミもそう。パンツミもそうやけど、はい、そうじゃなくても、まあ、なんかいっぱいあるやん。そうですね、エクスタシーだったり、うんうん、はい、なんであればっかり流れるいや、それはもうあの歌があの会場に追ってるからちゃいます。素晴らしいよ
はい、だってそんなにこんなに言ったらいいけど、はい、秘蔵この曲は一回も流れてんかったから。まあそうですね。あれこそ一番おかしいやん。確かに秘蔵この流れてなかったですもん。おう、どれなってんの思ったわ。大和推しが強すぎて。いや、別に僕が選んだわけじゃない。その戦艦大和流れたもん。大和つながりで。黒猫大和から来て、運んできたで、言って。それはそれでいい、ね。住吉大和流れて、はあ、パー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 言って。大和ばっかりじゃないか、言って。そこまで行き切ってほしかった、ね。行ってほしかったら。はい、うん、確かに。あれは演歌なの。演歌です、一応。俺今日、そのレディオバルの収録で、はい、リクエストしゃーって人がやって。あ、そうなんですか。うん、はい、であの聞いてて、はい、うん、あのなんか腹が立った時にね聞く曲言うてね、はい、この曲を聴いたら笑顔になりますよ言って聞いてみて、はい、長渕やまあよう言われます、ね、あれは演歌じゃなくてもう長渕や、まあ、あのまあ長渕さんとかも聞いてますけど、拳一個も聞いてへんまあまあ一応演歌として作ってもらってますけど、ね、あ、そうな、はい、三味線の音が聞こえるわけでもなくよ、はい、あの別にその尺八の音が聞こえるわけでもなく、はい、まあ今時の演歌、うん、まあ今時の演歌もちゃうかもしれないですけど、うん、まあまあちょっと長渕に寄せてるやろ、ほんでまあ知らん間に寄ってるかもしれない、もう公園で歌ってるやろいやいや歌ってないねえねえせい言うていやいややってないですよ、やってないですよ、バイバイ元日とか言いながら歌ってるやってないですよ、嘘、普通にも感情込めてやってますよ、いやでもなんか、はい、あのマミちゃんも、はい、えらい褒めてたけど、ええ曲はええ曲やね、 あ、 ありがとうございます。それこそあのひぞっこ、はい、アイドルグループひぞっこってあるんですけど、はい、の曲を弭間慎太郎さんが作ってくださって、株式会社の息子さん、はいはい、があのひぞっこのなんか曲を聴いて、はい、その僕の声を聴いて、あれこの子で演歌作ったら面白いんちゃうかっていうのが最初やったんですよ。おお、別にじゃあその誰かに誰かに1曲とかじゃなくて、はい、なんかこうバーっているんだけど声聞いた時にあれ住吉大和のこの声、はい、演歌でいけるんじゃないか、はい、っていうことを慎太郎さん思って、はい、ほんで書いてもらった。そうなんですよ、ありがたいことに。歌詞は歌詞歌詞歌詞、わしはこんな声やから歌詞に聞こえたらしいけど歌詞歌詞リリック歌詞慎太郎さんが書いてくださった。あなたじゃないんだ。そうなんですよ。へえ、はい、めっちゃ渋い曲作ってもらいまして、レコーディングとかどうなん。レコーディングもう普通にこうもうほんまによある有名なレコーディング風景みたいなようあるじゃないですか、はい、ありますよ。マイクにこう網網ファーストテイクみたいな、はい、もうあれで、まあ、実際に慎太郎さんと慎太郎さんの同じ仲間のバンドの方が、はいはい、あの弾いてくださってるのを流して歌ってるんですよ。生で、まあ、その日録音したのを聞きながらやってるんですよ。へえ、はい、そうなんです。何回かテイクしながら。そうです、夜遅い時間にそのわざわざ会場取ってくださりまして、ね、僕は朝早くやってくれたらええのに。いやいやいや、文句言うて。違いますよ。同じ時間やないよ。いや、その時間しか空いてないんですよ。ね、スタジオが、はい、空いてるやろ、そんなの。ほんで、僕はあのたまたま終電番の時でして、その夜に撮らせていただいて。おはい、疲れてる時やめろって。いやいや、そんなわけないでしょ。えいやいやいや、その終電番からよりその終電番のあえなの感じがビブラートになったんじゃないでしょうか。え、拳が効いてへんよって拳がもっとこう聞かさんと演歌にならんやんか。ああなるほど。何でレレ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 わあ、そんなそのめっちゃ聞くってほどでもないです。もう声ガラガラでも歌えるやつ。声ガラガラでも聞けるってやつ、はい、もうほぼ声が、はい、もうなんか汚くなってても大丈夫なやつそれはいやあんま聞いてない。それトンボはだって綺麗なのもありますもんね。いや綺麗なんじゃない、トンボこそが、はい、もうなんか癖強くなってからやから。いや幸せなあれだ、マンデデン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 一緒やんか。ああまあまあ、え、トンボでもその新しくまた歌ってるでしょ多分。それもっとひどいやんな、もう新しく。あ、ほんまですか。うん、怒られるわあんまり。もっとひどいやほんまに。それが良さですけどね。まあまあでも、はい、そのソロデビューをしましょうってみたいになった時は、はい、もうあなたでもそらなんかどういう心境だよなと思って。いやそのあ俺売れる
いやいや、うわオリコンチャート1位や。まあまあちょっとそれもありましたけど。思ったやろ、はい、ちょっとそれもありました。グラミー賞や、はい、ああまあ売れるんちゃうかはありました、はい、俺もそう思うもんな、はい、紅白これでいけるわ、いけるわ、はい、一人で単品で、はい、まあ結構思いましたね。思ったやろ、はい、で今どうやねん実際。まあ近づいてきてると。おー、はい、そう実感ある、はい、やっぱフェスでこの流れ何百人も流れたもん、何千人もいるフェスでその曲を選ぶっていうことは、うん、やっぱそれに近づいていってる。いやもうそうやな、はい、もう聴いてる人は誰の曲ですか言うて、はい、あれやめてくださいってなるか、はい、どこで歌うんですかって言ったら、はい、ね、はい、そのダウンロードとかそういうのでやってる、もうフィジカル CD を、いやもう CD もタワーレコードとかに並んでるでしょ。はい、あの後に並ぶと思います。あ、今まで並んでないの。今ナンバーグランド花月のエンタイムショップで売ってるんですよ。ああそれ何こう視聴できるのこう。いや そんな大掛かりな用意してもらってないですけど。俺分かれへんやんか聞いてもらわんと。いやでもこのでっかいポスターの下にやってもらってるんですよ。ああでっかいポスター、はい、あなたのポスターそうなんですよの下にやってるの、はい、誰やねん。いや住吉さんやってなるような感じで貼ってくださってます。ほんま、はい、住吉さんって分かるように、いやそれからその住吉さんって分かるようにやってるけど、はい、住吉って誰やねんやで。いや分かるでしょう、もう住吉大和分かるからこそあんなにフェスで流してくださったんやと思います。いやーあれは迷惑やったわ。迷惑やった。いやフェス来てくださってるあの方々いらっしゃいます。あれ良かったですよね。いやだからねあの、はい、曲が少なすぎて回ってくる回数が多いよ、はい、ああまあ確かに、うん、よう流してましたね。1時間おきとかじゃないもん。10分おきぐらい大体。またや俺あれでバイトしてたらずっと家帰りながら歌ってるで。でも現実の話で、うん、あの一時期ファミリーマート流れてたみたいなんですよ。ファミマで、はい、全国のファミリーマートで深夜の時間。なんでなんか流してくださってたみたいな。売れるやん。深夜のファミマで売れるやん。バイトの人何人か歌えるかもしれない。歌えるやんか。歌ってるし、好転ちゃん。そうですね。はい、じゃあ今はエンタメショップに置いてある。はい。その何の曲も置かれへんやつが、はい、流れてるのそっから。いや、まあそこは流れてないと思いますけど。持っていけなんか流れるやつを。確かに頼んだ方がいいですね。そんなんさ。曲も何も知らん、はい、どんな曲かも分からへん、ポスターだけ貼ってある CD 買う。確かに横でずっと歌うときはお前。あ僕立ってですか。立って。あそれもやった方がいいですね。いやご自分のやっぱ努力がやっぱ実っていくもんやから。こういうのってそれぐらいちょっと自分でもお金、はい、そのうち歌うてCD 売れて、はい、会社に金入れられたら何せなあかんねん言うて。やめていったらええねや。いややめないですよ。やめないですよ。ずっとすがりついてる。俺がなって言って。いやいや今もうそのうち怖いわ。歌取らんといてくださいよ。え？歌取らんといて。いや歌は取られへん。歌は取られへんけど。はい、なんかでも四小節を丸パクリしたらパクリやけど、三小節だけやっていらっしゃるから。四小節目を変えて、はい、まだ三小節こうやって四小節も変えてやったら。なんとか犠牲な。いや無理ですよ。え無理です。その声やったらこの声やったらこの声やったら無理です。この声ではさすがに歌わんわ。もうちょい調子いい時に。はい、うん、まあそうですね。まあちょっとやれるもんなら。いやでもすごいよ。、はい、すごいよ。やれるもんならやれるもんなら。やれるもんなら。いやまあまあやらへんけども。はい、その第2シングルとか決まってんの。いやそれはちょっと決まってないですね。次やで、ね、でこれちょっと皆さんがこう、うん、いっぱいぶわって買ってくださって、うん、会社からあこんな売れるんやったら2曲目出さなって思ってもらえるぐらいちょっと買ってほしい。逆に何も売れてへんのに2曲目出してると、はい、どうしたんやつって思われるぐらいか。もしかしたら2曲目出すっていうことは1曲目むっちゃ売れてんねやと思うかもしれんやん。あそれはありですね。確かに、うん、飲食店とかでも1店舗目あんまり流行ってへんのに2店舗目出すことあんねん。あ、うん、ほなあたかも流行ってるのに見えんねん。で結局一点も目つぶれんねん。どないしてか分からへんくなんねん、はい、うん、ほんで細々やってはんねん。そこや。いやそうなんですか。うん、うん、あでもいいかそれ。これ買ったよね。まあでも怒られるわ。それこそまあそれこそあのこの間東京あ広島で、うん、あの公演終わり
あのやらせていただいたんですよ、あの CD 販売、おその広島で歌って、その後この後売りますみたいな、もう出てきたやろ、おい、何やお前、何してんの、お前、俺のこと買ったんだろ、いやいや、違います、普通に売らせてもらったんですよ、ほんま、はい、ほんなら、あやなか、マグロ、お前、お前、言うて、あ、広島違う、東京や、東京で、どっちやねん、広島言うたから、俺、わざわざ、そして、わい、言うたよ、東京でした、東京かいな、すいません、東京で、どうしてくれ、東京やねん、東京と。はい、これも、うん、そのそういう風に見えるというマジックですけど、うん、あのこれが東京で売った時に CD 完売になったんですよ。うわ、はい、これが何5枚しか持っていたんだそれはちょっとマジックすぎますけど、うん、何枚持っていた40枚すごいやん、なんですけどそれでも1枚200円ぐらい1000円ですわ1000円なんですけど、いやこれがもうこれでも買えなくって後ろまだずらって並んではる方もいてくださってて、俺それでどうしたらずっと歌いますんで言うてスマホで記録をしてくださいって、そんなサービスはさすがに、いやそれその方々にはもうすいませんって言って、その余ってるチラシにサイン書いて、今度また東京来させていただきますので、その時またたくさん持ってきて、住所聞いとけやそれも、いや実はその合間1回目と2回目あって、1回目の時に思ってたよりも売れて、その話とかもさせていただいて、その社員さんとかとなんですけど、ちょっとこうなそれもあるみたいなんですよ、ちょっとこう難しい、なんか何やそれはなんかそれなんかお金預かることなんで、いやじゃあ別にそのお金はもらわんでもええやん、住所に送るとかやり取りをやって、その振り込んでもらってとか、いやいろいろ話し合いしたんですけど、した結果なんか難しかったみたいで、まあでもな、そのラーメン屋ずっと並んでて、目の前でここまでって言われた瞬間に、なんじゃこのラーメン屋二度と来るかいって言う人もいれば、ね、うわ次こそ絶対買ってやろうと思って、はい、朝一で並ぶ人もやはるやろし、そうですね、まあどっちか言うたら俺は前者のタイプやからじゃあ住吉山だってカスコロなお前もうじゃあ枚数持ってこいよこれお前40枚って何やねんお前売る気あんのかこれな言うてるわ俺やったらな、あなんか並んでないでしょ、まさか並ばない恥ずいわ進撃ザインが後輩の CD カードに並んでてすいませんここまでです、おい言うで、そうですね、ガラガラの声で、はい、まあ、ね、ありがたいことに、いやすごいじゃない、はい、なんかその人はまた買ってくれるんじゃないの、そうですね、そのそうですね、だからもう東京の方待っていただければと思います、もう東京行かなあかんやん、そうなんですよ、かもうあれじゃないの、はい、そのそうか、し物がないから売りにも売れないか、そうなんですよ、だからその CD がないんで、うん、はい、まあ、その次行くときは持っていきますけど、もちろんそれまた調子乗って何枚持っていくの、次はちょっともう、もう売り切れない、売り切れない程度に持っていくっていう、売り切れない程度、まあ、だから枚数はやっぱあのむっちゃ最高はあると思います、知らんの、はい、今のところ何枚作られてるのか、500とかやったと思うんですけど、500枚、はい、やったかな、1000円、はい、おおいいお金じゃないですか、はい、まあ、500枚でしょ、はい、1枚1000円でしょ、はい、いいお金じゃない、どっちなんですか、僕あんま詳しいんですけど、いいんか悪いんか、なんでな、いいんですよね、普通にだってあれだ売れたら、はい、あでもそんなに入ってこないか、あなたに、あなたに何枚入ってくるの、いや全くわからないです、もう振り込みあったんじゃん、いやないですね、あその CD もあったんかな、あごめんなさい、ちょっと500枚だけってことある、ひぞこのとこっちゃいな、 CD は多分ないと思うんですよね、もしかしたら後にボンと入ってくるのかもしれないです、まあ、ボンと入らないんですけど、後でボンと、まあね、そのまあそらな、ミリオンヒットだなんだやったりとか、まあ紅白出たりとか出たらそらすごいよ、後からボンと来ると思うんですけど、はい、おまあその願いは持ってますけど、夢は、はい、夢は紅白、はい、紅白、日本レコード大賞、はい、取って、はい、紅白レコード大賞、はい、日本レコード大賞取って、はい、わあいい新人賞、はい、取って、はい、もういい、もう歌手やん、はい、もうスーパー演歌歌手としてな、はい、でミュージックステーション出て、はい、タモリさんの横で、あそうですね、うん、もう、はい、うん、それでは歌っていただきましょうっつって、住吉山本さんでなんでだよ、長渕さんちゃうんすよ、いやいやいや、長渕さんもそんなちゃうでしょ、ほんでせい言うて言わないですよ、
でも、もう出る気満々です、紅白は。紅白出る気満々。だからもうマネージャーさんにも12月31日はもう吉本入れんといてくれって頼もうと思って。うわ、もう、はい、6年目でスケジュールに、はい、もうこれ置いといてよっつって。はい、もう吉本の入れてもらわんようにちょっとお願いしようと。なるほど。はい、そこまあその紅白出たら、年始からまた仕事オフすごいから。はい、そうですね。なあ、はい、ほなもう2月か3月ぐらいには、はい、名古屋の味噌の座で1週間公演や。はい、もう前半歌って後半お芝居するやつ、はい、なあれすごいやん。やりたいですね。ほなもうそれが2月3月成功したら、はい、次5月ぐらいに東京、はい、新橋演舞場かなんかやって、はい、その後7月8月、新歌舞伎座で1ヶ月芝居と丸々ドーンやって誰も来へん言うてどないしょ言うてチケットぶわー巻いてはい、ね、やりたいですね、ほんまにね、はい、それこそあのほんまキャバレーみたいなとこでほんまに やりたいですけど、急にむちゃくちゃキャバちっちゃなってキャバレーってミス大阪、はい、で歌いたいの、はい、もうなくなっちゃうかもしれないですけど、それこそミスのユニバースってあったじゃないですか。今もあるじゃないか。はい、でもまあそこはもうだってそのミュージシャンのその前が声になってるよ。はい、うん、あそことかで歌えるぐらいになったら嬉しいんですけどね。歌うのはでも自分でそれやったらええやん。いけますかね。一曲だけやったらあかんけどさ、はい、その何曲も何曲も持っとけばさ、あこれのためにうん、そう、ね、自分で曲書いたりはせえへんの。しないですね、やっぱそう、うん、楽器をちょっと練習するとか。うーん、でき、うーん、やる気ないやんいやあります、その、いや楽器もやろうも練習したらできると思います。そらせやろ、はい、ちゃうやん。だから、はい、その自分であの曲をこう弾きながら歌うとか、はい、はい、ね、でもこう演歌歌手としたら、うん、やっぱ演歌歌手は多分楽器持たずに歌うのがやっぱ魅力やと思うんですよ。うん、でもあれね、吉幾三さんとか自分で作曲してはるで。ああ、作曲、うん、ああ確かにその勉強もした方がいいかもしれないですね。もうそうやろ、だから楽器ができるってことは大事じゃない。それこそ別にあの、誰やったっけな、あの元々アイドルやって、演歌歌手に、永山陽子さん三味線むちゃくちゃ上手やで。へえー、うん、もう俺も三味線始めるけど。あ、そうなんですか。うん、あのものすごい、はい、あのどう言ったのかな、下水衝動やけどな何があったんですか。あのホーモガバッパー隊で、はい、ベースが2人いるから言うて、はい、2人おるその出番、はい、楽器の人は、はい、各種になって、はい、な、はい、後から来たユーザー管理の俺仕事取られてんねんあ、そうです。俺ベースだから俺湯坂に言ってん、はい、お前そのうち俺の仕事取んなよ言うてお前に取られてん、はい、ほなもう三味線誰もやってへんやん、はい、取ったろ思って三味線いいじゃないですかそれも、まあ、お前の後ろで演歌言うんだ俺三味線弾いたんだいやそれもあ、お願いしますぜひ。えノーギャラで。いや、何でよろしくお願いします。別にそのギャラもらおうと思ってないで、ただむちゃくちゃ間違えるけどいや、あんなちょっと迷惑。え迷惑それだ。でも笑いに変えてくれるやろそんなもちょんちょんやってベベってもやじくてもはいはい言うて。いやでも今考えたらタモリさんの近くにいてはるのを考えたらちょっと想像できないんで。なんでやねんお前ちょっと似合わないんで、ちょっとすいません。あなたはいける。はい、僕は多分いけると思う。タモリさんの横で、はい、一人で。はい、一人で。誰やねんやていやもうその時にはもうすごい。そうか、着物も着て。はい、着物で行く。そうですね、着物も着てへんやん別に。まあ今スーツですね。あ、スーツだっての。スーツ前川清さんみたいに。はい、そうです。嘘つけお前、分かってへんかったやねん誰やねん前川清さん、ポジタリ今、まあ、あのまあ存じてるんですから、うん、あのその衣装はちょっと存じなかった。いやもう長崎は、はい、長崎はって歌分かりますか。いやちょっと存じてないです。おいお前演歌歌手なめてんのかお前歌はちょっと知らなかったです、ね、長崎は今日も雨だった知らん。はい、それがどないしてんというタイトルやで長崎は今日も雨だったって。雨やからないねんって思うやんけ、はい、昨日も雨あったかもしれんけん、ね、大阪も雨降っとったみたいなでもええ歌や。あ、うん、あ、そう、むちゃくちゃ歌上手や。え、僕ですか。なしやがなあ、向こうの、うん、あ、前川さん。当たり前やろお前コロナ禍でなんで急にあなたが歌うまいとか言うの。あ、上手よ。でも別に悪い、そのなんか下手くそやなと思わないよ。あ、僕ですか。はい、あ、そうですね、うん、はい、ありがとうございます。だからまあその耳にはつくよ、はい、あんだけ流されたら覚えなしゃあないから、うん、いいですよねあれ。え聞いてる。あ、僕聞いてます。
家で流してる？家で流してますよ。お母さんずっと聞いてんじゃん。お母さんと親の親御さんの反応どうなん？ちょっと恥ずかしがってますね。なんで？ちょっと聞いてられんみたいな。親御さんの応援がないの？いや、まあまあまあ父親、いや、まあ、応援はしてくれてる。車運転してあれ聞くやん。はい。な、聞いてたら、お事故ってまうわこんなもん。いやいや、まあちょっと照れてるとは思いますね。ええー、はい。でもそんな息子がさ、はい。あの新劇入って6年足らずで、ね、はい、立派になるかならないか分からへんけど、はい、曲出すってすごいで、まあ、うん、まあそうですね、自分でもめっちゃ驚いてる。この子芸人じゃないのか歌手なのか演歌歌手どうしたいの。え、あれとか出てんの、あのカラオケとかにもなってんの、ジョン・サウンドとか、まあ、僕の曲はまだなってないんですよ。ああなたの曲まだなってない。そうなんですよ、今後なるかもしれないですけど、うん、今なってないです。秘蔵はなってるんですけど。どれよ。あの俺たちは秘蔵っていうの、あの、はい、あれか、はい、なんやもう俺たち秘蔵こういうやつや、はい、うん、いや知らんでしょ俺たち秘蔵こういうやつ怒られますよ。え、誰にやる。あの俺たち秘蔵っていうのは歌詞に出てこないですか。おなお前どこ隠してんやろお前、そんなもん俺たち秘蔵っ子で分からへんけ。曲のタイトルが俺たち秘蔵っ子、はい、え、そうです。あれはあのパラ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 パッパッパッパーか、はい、え、あれあれです。ああ、あれ俺たち秘蔵っ子って言うたら、はい、俺たちは秘蔵っ子です。ちっちゃい矢がある。いやでもそのね、いや、まあ、俺たちはってよう言うじゃないですか俺たちは。いやだから歌ってこそ終わって、はい、売れるじゃない、はい、この間の時のなんか新劇祭りかの時も、新劇祭りやったっけ、新記念日、あ、新劇記念日の時に歌って、はい、踊って、はい、曲 CD 売ってたよ、行列できてたよ、はい、その買ってくださいました。あ、そうなん、はい、そうなん、ね、多分一回も封開けてんと思うじゃん。いや、開けてるでしょ多分。開けて開けて。開けてる場合な。まあでも確かに今電気。だって YouTube やないので聞けねえで。開けてまで聞こう思うか。CD こうやってパッと入れて。あれはならんで。歌詞カード見てどうのこのならんで。まあでも作戦という。作戦。ワルダメやろ。ほんまそのとおりじゃん。いや、勝手。いや、その通りちゃう。いやいや、聞いてるでしょ、絶対。え、あ、聞いてください。ああ、よかったよかった。はい、よかった。それ聞いてはいるわな、はい。これで聞いてるかどうかやんか。まあそうです。ああ、まあでも、これで聞く方が味があっていいと思うんですよね。CD で聞こうか、スマホよりも。ああそう、はい、一緒やで賞味デジタルやったら。まあ入れるのがめんどくさいかもしれないですけどね。ああ、まあでもダウンロードとかもできんじゃん今。これできないの。できます。あ、できんじゃん。ダウンロードも、はい、あの LINE のあの聞けるやつあるじゃないですか、 LINE ミュージック、はい、あのなんか設定みたいなのがあって、それもできるんですよ。ほらそれ進めたけだよ、おたんちゃん並んである人に。なんそれ、ほな CD のこのどの関係あれやな、ほなもう別にこれで聞けねえんけ。並ばしとんねんってある人思うかもしれない。いやでもこう CD というのがまた価値あるじゃないですか。でも、まあ、CD より安いですけど、多分ダウンロードそうでしょ、はい、うん、まああれはもう思い出みたいなグッズみたいな感じで、まあわかりますよ、はい、ファンはね、はい、欲しいんですよ、こう形がにこうなってるもんが、はい、背拍子にね、住吉山田と書かれてるのがね、はい、そうそう、なんか僕最初は結構大反対、まあ、大反対というか、うん、あの CD は全然自信なかったんですよ。うこう言ってくださってた時に、いやいやこの時代、いやこんなデッキ、まあ、僕も持ってないですし、いやいや CD のデッキ持ってないの。はい、持ってない。ほらお前どうやって聞いてんの自分のやつ。親聞かれへんけお前。すみません、ちょっとそこはちょっと嘘ついちゃったんですけど。何やのお前。親恥ずかしがるから聞いてへんけ親が。あの、まあ、スマホで聞いてるんですけど。いやだからダウンロードして聞いてんやろだから。まあ、僕はちゃんとあの、なんかいただいてるんで、ファイルをな、はい、ファイル、親にそのファイルで聞かせてるだけ。いや、データで、いや親には聞かし、あの渡してないですけど、うん、親は車で聞いてると思いますね。まあまあそれは、はい、それで、うん、はい、でまあ CD こで入れて、はい、聞いてるか。まあそう信じてますけど、うん、でまああの、まあ、CD 売れへんと思うんで、さすがにちょっと、うん、僕でも怖いというか。でもその20代の人たちは CD デッキは家ないの、はい、うん、まあ、うん、どうなんですかね。僕は持ってないですけどね。そういうもんなんだもう今や。スマホで聞くんで、うん、はい、持ってはるってことですよね。俺、はい、持ってるよ。持ってるけど、人生で初めて買った CD デッキ。
CD プレイヤーこんなえなじゃあもう長く続いてるってこと、ね、ポータブル CD プレイヤーで俺高校ぐらいの時に買った CD プレイヤーを未だに使ってる、あそうなんですか、うん、あもしよかったら僕の CD 買ってくださいな, な, なんで買わなかった家でずっと長くいや多分それで壊れたら俺も怒るでいや大丈夫ですもう寿命伸びると思う、いやいやそんな効果あれへんわなんかこれブラシって出たのレンズクリーナーみたいなんでやったらええでレンズクリーナーあんまりやってくれんやったらええわ、いやそれよりもあの治りやすいと思うよ、レンズクリーナーのやつって知らんやろうけど曲流れんねんあれでも考えてあなたの曲ってそんなに1曲何曲入ってんの、あれは僕のとあとカラオケバージョンと入ってるんですよ、2曲入ってんや、はい、だから練習もできるんですよ、誰がすんねん自分が、はい、いやいや僕じゃなくてファンの方が練習というか、うんうん、はい、でも歌おうまたって別にジョイさんが何入ってんやろまだ、はい、いや今後入るかもしれないんで、はい、その時のためにでもそんなカラオケ友達ら行ってさ、はい、なんか何すんの言うて、私ちょっと練習したい歌で歌やっていかない言うてあいりゃいりゃ笑いに変えるから誰の曲言うてなあ、なあ、やめてこれ何これってなるで、いやでもいやもうカラオケ流れてる時にはもうすごいいい曲あのバーンって出てると思う、うん、はい、ちょっと癖入れてな、はい、あんなけんねんねんでも本家は多分歌ってる時もうちょっと癖あると思うんですよ、うん、あれちょっとあれ今ってすごいのがレコーディングからちょっと修正みたいななんか、はい、あるんですよ、はい、ちょっとキー合わせたりとか、はい、だから本番のやつもっと癖ありますね、あなたが、はい、まあ、だ進撃記念日で聴いてる限り癖あったもんどういう気持ちで歌ってんのかなと、一人でみんな貴族校やったらさ、はい、わーってこう貴族校で全員でわーって歌ってるやんか、はい、踊ってんのか歌ってんのか知らんで、あ歌って踊ってんのか踊ってんのか知らんけど、はい、一人でやるってどういう気持ちなの、まあまあ、まあ、うーん、まあ、気持ちいいって感じですね、あ、はい、もうそこはもう気持ちいいんだ、気持ちいいというか紅白だぞ俺はいや最初連絡来た時はめっちゃ怖かったですけどね、おうどこで打って、やばい、全然大手へんやろうと思いましたけど、うん、そのね、もうすごい師匠が立てる中、そうや、誰やねんが一発目めちゃ怖かったですけど、うん、でまあまあでも、まあ、そんな思って歌うよりかはもう、うん、もう振り切ろうと思ってあんま考えずにちょっとまあもう仮に何か言われたとしても、いや別に自分はそのいただいたから歌ってるだけですっていう、うん、ありがとう、すごいよ、ありがとう、すごいすごい、ぜひともね、2枚目のシングルを、はい、それ目指してもう皆さん買っていただければと思います、ね、ご自分でちょっとね、はい、作っていただいて曲を、はい、次こそはそうですね、そう曲を書いてもらって歌詞つけるとかさ、曲を書いてもらって歌詞つける、うん、あ曲ってあ BGM を作ってもらって、うん、あそうです、アホとちゃうかおいどういうことやBGM じゃないぞそれだからメロディーを書いてもらって はい、あなたを歌詞を書く、え曲の作り方知らんの、あまあ二通り、あそうですか、あまあそのどっちが先行分からないの、歌詞が先行の人もいるし、はい、メロディー先行でメロディーに歌詞載せる人もいるし、ああ、うん、それは2パターンあるけど、あそあそうなの、ね、そうそうそう、そあなたはどんなパターンか知らんけど、まあ作ったことないんで、 BGM はお前この状況で流れてる曲やからあ曲ができてからの話やの BGM、 あちょっとこのコーナー行きましょうか、リコメンデーションスウィーク、このコーナーゲストのお写真を紹介するコーナーでございましてね、あちらの方の大きいモニターにご注目ください、はい、まず1枚目こちらドン、はい、あこれさっき言ってた、うん、あの、はい、僕の音楽が大音量に流れてた、流れてましたよ、新喜劇フェスっていうのがありまして、はい、これあのそのコーナーの一部に、はい、新喜劇の歴代のギャグがズーンって並んでるところがありましたよ、はい、あったところにこれね、もうめっちゃ歴代いっぱいあるんですよ、ありました、これが、まあ、ちょっと次の写真なんですけど、はい、ちょっといいですか、はい、これあの僕のギャグ入れていただいてたんですよ、お前のギャグはあれは自己紹介だいやそうなんですよ、なんかほんでなこれな、これ見て、住吉山さんですでしょ、はい、でもうちょい引いてください、さっきの方みたいな、ポコポコヘッドと同じ大きさやでこんなことあるなあほんまやポコポコヘッドなんてお前ものすごい立派な客やで、そうですね、それと名前言うてるだけ住吉大和です、はい、横に住吉大和、はい、なんやこれほんで、はい、俺はなこれ、
自分の見つけられへんくって、はい、ない思て、はい、で住吉山と見つけてクソが思て一切写真も撮らず帰っていったほんならありましたよって教えてもらって、ね、ちょっと心が穏やかになったんやけど、あでもただ、はい、はーい森田信吉やってな俺の文字数よ少なすぎるやろと、うん、まあまあそのね、うん、森田さんの右の下どこにあったかも知らんけど俺、まあ、僕のギャグも自分では見つけれなかったんです。あそうなの、はい、お邪魔しますかの藤田誠さんの下あたり前田のクラッカーの藤田誠さんの下ちっちゃまあまあでも誠の道路下です。わちっちゃいしよう僕の方がでかないですか。そうやぞほんま、まあまあな、それだけ大事してもらってるとかいうことや。ありがたいです。なあ、僕あの CD が並んでるコーナーもあったんですよ。ちょっと写真送ってないですけど、そこに僕の CD も並べてくださって。まあまあそれあんだけ流されたらな、はい、うん、はい、ありがたい。いやおにも買おうという気になるかもしれんしな。ありがたいです、すごい。だって他の方で、まあ、あなたの、まあ、キャリアというかでギャグでこれ乗ってる人いてないでしょ。いてないんちゃいますかね。ねえ、はい、ちょっと、うん、そもそもあれはギャグなのかってみんなが思ってるからね。まあ確かに自己紹介そうよ、まあ、まあでもギャグって言ったらもうギャグになるってことですね。そうや、うん、はい、そういうことを言い続けてたら、うん、はい、そうよ、はい、自信持ってな、はい、もうここに並べてくださってるんで、うん、笑いに変えてあったんやね。もうあいいかな、はい、全部そうです、うん、すごいや、はい、ありがとうございます。いやもうそういうとこしかないよ、はい、そうです。もうこれギャグです。これはなあ、はい、どんな感じになったっけ。住吉大和です。何やねんこれすいません、これ拍手来るときあるんですけど、なんでよう言えたなってこといやいや俺意味がわからない。あのペップさんのペッペレペッペペッドン何やねん、それはようできたってこと、デブが頑張ったってこと、あの拍手なんやねんまあ定番が見れたの拍手じゃん。え、定番が見れた。いやいやもう拍手するしかないねん何やろうなどういうことやろ。まあそうですね、うん、僕も謎ですけど、俺は起こしやすと言うたらシーッ拍手も何もなかった。あそうですか、うん、まあまあこれからです。これからありがとうございます。これからの男です。続きいきましょう。はい、こちらドン。あ、これあの家ですか。いや違います。家じゃないですよ。いやこれあの僕あのお休みツイートって言って、あの、はい、あの毎晩、はい、あの日をあった出来事をこうお休みって言ってツイートするっていうのを、まあ、カンペ師匠の、はい、アドバイスで やらせてもらってるんですけど、おうおう、これちょっと宣伝目的で僕この CD をちょっと座員さんに持ってもらって宣伝してもらうみたいなを書いてるんですけど、いでこれ6人今までやらせてもらったんですよ。おでちょっと今日ちょっと森田さんにやっていただきたいなと思って。私が、はい、それはもう寛平師匠の GM の、まあ、案件やったらもう嫌やわと言われるいやもうぜひともやりましょう。もうそれやりましょう、やりましょう、はい、包茎手術成功した時のそうよ今日の俺は一皮むけてるから、はい、やるよそれは。ちょうどいいコーナーだったの、うん、よかったです。いい時に昨日までの俺とは全然違うから、はい、うん、よかったです。新しい俺やから、はい、うん、ありがとうございます。こんな新しい俺がこんな声かすかすもんあれやけどもう、ね、ありがとうございますよ。でもあれね、その柳師匠が持ってると、はい、なんか味があるね。あ、そうなんですよ、ね、なんかこのまた CD の色合いといいますか、うん、このちょっと相性ある感じがちょっとこう、はい、柳師匠とね、はい、だから俺逆やったら、はい、あなたが柳師匠のあのサイズの写真持ってたら完全に家やそうですね、そう完全に家です、ね、家ですけどね、いいじゃないですかね。続きましてのお写真こちらドン。あ、これあのこの間、はい、あの寛平さんのすごかったね、4月の旬出させていただいて、はいはい、これちょっとこれ台本もらってびっくりしたんですけど、はい、めっちゃ美味しい役いただきまして、神戸さんの孫の役、はい、めっちゃ面白かったこれ。いやこれありがたいこと、はい、はい、で神戸師匠で、はい、真ん中に豊さん、これが父親なんですけど、はい、で3世代で僕でやらせてもらって、はい、でこのパッチ今まで僕も何回も生で見させてもらってますし、はい、まあ、正直
まあ、簡単に見えないですか、そのこう言うたらパッチを中に入れるっていう作業なんですけど、別に刺してそれに何か技術がいるとは思わない、はい、掘り込んでいくだけだから、でちょっと、まあ、思いがちじゃないですか、思いがちとか思うよ、はい、はい、うん、僕と豊さんやってみたら、うん、全然うまいこといかないんですよ、これが、うん、例えばこう前ばっかりに入れたり、例えば上下に入れようが、うん、もうバランスがめっちゃ悪くなるんですよ、うん、ほんでもうすぐ下降りるんですよ、うん、で豊さんとかももうケツ出たりとか、うん、もうそんなのようあったんですよ、うん、まあ、僕しかもそれプラスヌンチャクも振り回してたんで、うん、ほんまにパンツもう丸見えの時とかもあるぐらい、うん、だから神戸さんも長年やってた技術でうまいことを一周バランスいい感じにこう喋りながら整えてあるんですよ、こうゆっくり、なんなんそれ、そうなん、はい、あの引っ越しセンターの人みたいなこんな難しいんやと思って、トラックに入れていく荷物のあれもバランス全部見てはるやん、ああそうですね、引っ越しの人さここでそんなことやってはんのそうなんですよ、すごいね、はい、これ空港のな飛行機に乗せる荷物とかもなバランス取るように狭いたるの何もあるてんのそうです、そうそう、その感じです、そういうこと、はい、こんな難しいと思ってなかったです、はあ、うまいこと喋りながらバランスをとって、はい、でそれをやりながらもその頭では面白いことをそれ言うたら考えるわけじゃないですか、はい、それ辻本さんとのやり取りとかしながらずっと、はい、ここでもやりながらなんで、あ、これはすごいことしてあってんなって改めて思いました、まあ、感覚が研ぎ澄まされてる方だから、はい、そのもう本当にまあ天性と野性と全て兼ね備えてある人やから、はいはい、だからもうそんなことあんまり本人は考えてないと思うで、バランスとか、え、だから常偶然が奇跡を呼んでるじゃない、下半身、あ、うん、そうですね、まあ、であとはもう変なトラブルになっても、はい、それはそれで楽しいね、そうですね、うん、はい、これ美味しいや、あなたがものすごくなんかシュッとしてイケメンに見えるの、これ松下光平さんに似てない、どうなんですか、知らんのかよおい知らんの松下光平さん知らん、え、お、俳優さん、お疲れ生ですの人や、それも知らない、はい、次行きましょうまさかこんなに褒め言葉がピンとこない人いてんねん、次行きましょう、こちらどう、あ、これ今度僕家ですか、いや違いますよ、違います、はい、これ、はい、今度あのもうオープニングでちょっと喋らせてもらったんですけど、はい、初めて一人で単独イベントさせていただくことになりまして、はい、はい、ありがとうございます、そのちょっとチラシなんですけど、ね、はい、7月13日の土曜日18時半からイエスシアターで、あ、夜なの、はい、夜です、夜の1回です、あのセカンドシアター新劇じゃないんだ、あれとはまた別です、あ、俺そっちだと思ってた、違います、ちゃうねん、はい、すごい、お前は間違ってるっていう感じで言うてるの今違います、失礼いたしました、もう夜です、あ、夜にあるんだ、はい、ああ、だから喪服着てんのいやどこがなんですか、え、喪服にあるの、いやいや、かっこええスーツです、あ、はい、で歌も歌って、はい、歌も歌って歌って、はい、これやっぱあの他の新劇との違いとして、はい、せっかくなんで演歌歌手の役で出させていただいて、ああ、あなたが、はい、これ今までそういう新劇、その主役じゃなかったらあると思うんですけど、はい、そういうのも、はい、主役が演歌歌手は多分ないと思います、まあ、私はその京都新劇でやらせてもらった時に、はい、巨人一緒に出てもらった時は、はい、演歌歌手という設定で出てもらいましたから、だからそれは主役じゃないからね、はい、まあ、あなた主役で演歌、はい、主役で演歌歌手として、おお、はい、皆さんこのちょっとまあ新しい、まあ、演歌歌手が主役ということで、うん、ちょっと今までとちゃうようなものを見れるかも、そのもうヌンチャクなんか振り回してる場合ちゃうもんね、もうこれからは、そうですね、ね、はい、マイク振りますか、はい、ね、そうですね、んなもんね、はい、ね、もうすっごいもうビブラートとかも、もうそら拳聞かせて、はい、聞かせて、はい、もう笑いよりも、あ、笑いと同じぐらいバーって聞かせますので、7月13日までに三味線が弾けるなってたらな、俺が、いや、遠慮したあの断りしますので、え、三味線弾きいるやろお前、いや、いらないです、ちょっと崩れちゃうんで、選定が、はい、あの、ちょっと尺八とか、いや、困るんで、すいません、あ、そう、はい、あの、全然その遠慮せず言うてや、いや、もう自宅でゆっくりしていただければ、ちょっと増える休んどくわ休んどくか、はい、
CD がって売り出した時に並んどくわ。ありがとうございます。後ろの方で。あ、それはよろしくお願いします。並んどくわ。ありがとうございます。あ、そう。はい、夜1回だけなんだ。そうなんですよ。はい。1ヶ月後だからね。はい。おお。ありがたいことに。すごい。ゲストもなんかもう会いにゃんねんやろ。あ、そうです。福本愛菜さんは決まってまして。そうです。あともうこれ、これもう放送の時は決まっもう絶対発表できてると思うんですけど、はい、何人かだけ決まってて、まあ、まだちょっと待っといてということなので、ああなるほど、するときはもしかしたらもうポスターできてるかもしれないですけど、はい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 、その途中その全員は決まってないですけど、はい、何人かはもう発表するメンバーで決まってるんで、ああなるほどね、はい、そうなんです、よかったね、すごいね、はい、ありがたいことに、もう結構売れてるんですか、今もう半分はすごい、まあ、すごいかどうかわからない、すごいすごい、半分待ってるのすごいよ、ああちょっと、まあ、夜だって初めて一人でやるんでしょう、はい、うん、それで半分待ってんの、すごいやん、はい、まあここ、まあ、それ以上売れるかどうかは別やし、売ってみせます、おお、素晴らしい、いやもう売れるだろ、そうです、で、まあ、まあ、この時はだから300枚以上、300枚ぐらい CD 持ってこなかったじゃん、あ、まあそうですね、 CD も売るんやろ、だから確かに、しかも複数枚買ってくださる方もいらっしゃいますから、なん、そうなん、はい、一人でだからその保存用と聞く用と、はあ、はい、スニーカーラバーみたいなことな、履く用と鑑賞用と、はい、おう、そういう方もすごいじゃない、それはあなたのことすごい応援してて、はい、それにむちゃくちゃ価値が出ると思ってはんねん、そうですね、それはあなた裏切ったらダメだね、はい、もうぜひとも、もう持ってる方もまた買っていただけたらと、何ハムだろ、何笑うの笑うとこ行くもないからなんで勝手にやろうと思ってんじゃん、いや思ってないです、いや、ありがたい、いや、ありがたいなという、ああ、ありがたいです、ありがたいな、はい、それはありがたいよ、はい、よろしくお願いいたします、それはもういくらか入んねえからいや、でもそれはほんまに形としてあんまよく分かってないんですよ、僕も、うん、はい、まあでも売れたらその評価も上がります、服装も変わってくるで、そら服装、あ、うん、確かに、カバンもあんなしょうもないトートバッグみたいに持ってんねんエコバッグの中でクレヨン信者がすぐやるかもしれないけど、そうなんですよ、カバンが昨日ビショビショになってちょっと、うん、はい、これを持ってきます、そんなもん防水効いたきっちりしたカバンになってくるで、なるほど、そんなもん、はい、靴もピッカピカになってくるんで、もう、あ、確かに、あ、で今やばいですからね、これ、そのうち西の目が車で来るんちゃうか車で、そんな若手いてないでしょ、いやいや、いいんじゃないそれ、あ、はい、こちら、この丸ごと秘蔵庫で、はい、この僕のイベントの次の日にあります、うわ、2days やん、はい、忙しいね、そうなんですよ、でこちら、うん、これ今まで、これまあ4回目なんですけど、うん、今までこう座長が4人4人4人で分かれてたんですよ、うん、今までで、なんですけど、だから4人が死んで4人が死んで4人が死んでで言うて3回やっていた、はい、だから台本作りを4人が死んやったんですよ、はい、でその4人が主役ってわけじゃないですよ、はい、12人が主役なのを4人で考えるというのを3回やってたんですよ、うんうん、やった、はい、もうこれ3、4、12や、はい、なで次、うん、これ全員なんですよ、うわー、めんどくさいなでちょっとこれまあまあ、ちばち当たるんじゃん、まあそうならんような工夫もあるというか、ちょっと、まあ、これ言えないんですけど、うん、ちょっと今までともちゃう要素が入ってますので、なんで言われへんの、さあ、お楽しみということで、あ、そういうことで、はい、おお、そうです、だからその12人、あ、それやったら12人でもできそうやなみたいなところもありますんで、おお、作家さん大変やろうな、めっちゃ大変やと思います、なあ、はい、なんやったら、前これは言って言ってますけど、うん、まあ、前ニーナさんとイベントやらせてもらった時の作家さん、まあ、西島さんという方がやらせてもらってたんですけど、で今回秘蔵子もその西島さんなんです、おうおうおう、なんですけど、こう打ち合わせ段階の時のやっぱ顔の歪み方が全然違うんですよ、秘蔵子のはどうしたんやと、やっぱもうやりたないわいや、最新はもう、いやいやわやるんで、めっちゃ大変やと思います、でしかもやっぱ12人の要望があるんで、うん、これやりたい、あれやりたい、めっちゃ大変やと思います、でも普通の新喜劇よりも絶対大変、インサークもエンドロールやりたい、いやいやいやそんなことはないんですけど、ないの、はい、おう、はい、た多分、はい、新井君はハートの強いとこ見せたい言うて新井さん、あのツッコミしたいって言ってありますよ、なるほどね、はい、横茶ピーマン見せたい言うてそうですね、そういうのも言う、はい、だから、まあ、そういう意味では実質座長2日間連続ってことなんですよ、
あ、なるほどね、はい、そういう意味では、はいはい、でいや、まあ、丸ごとひぞこに関してはみんなが座長みたいなもんじゃない、まあまあそうですね、はい、でこれ、2日連続でやるんで、はい、これちょっと2日連続来てくださった方にはだけにお渡しするちょっとプレゼントも用意してます。行かなあかんやそうなんですよ、行かなあかんや、まあ、あなたからだけ、僕、まあ、僕のイベントもなんで、ああそうですね、で一応そのこれどうするかの判件なのか、うん、どうなのかをちょっともう一回整理してから、うん、多分あの発信すると思うんですけど、うん、一応そのオリジナルのポストカードをプレゼントします。あなたの、はい、演歌の僕とアイドルの僕のポスターカードですね。みんな欲しいんちゃうそれは。はい、みんなもう宝物やと思う。なあ、もうそら、はい、それもなんか鑑賞用と、はい、な保存用で。2枚欲しいんちゃう、はい、そういう方もぜひ来ていただければ、そりゃすごい、いらっしゃると思うんで、ね、はい、希望の星ですわいやいや、ありがとうございます。でもお時間でございますから、はい、最後改めて告知の方、はい、はい、ありがとうございます。もう一度、あのさっきの住吉新喜劇と、はい、丸ごとリゾットと2日連続でやらせていただきますので、はい、2500円、はい、両方とも、はい、はい、でお子さんはひぞこの方が1500円、はい、ひぞこが1000円、お子さんが、はい、お子様が1000円、はい、僕の方がお子様1500円となっております。ちょっと高いですよいやいや、いらんこと言わんといてください住吉新喜劇が高いですよそら、あ、ね、あ、まあ、ある意味いいですけど、はいはい、丸ごとひぞこではあなた歌わないでしょ、だからその演歌はわからないですまだ。わあ、ここはちょっと、まあもしかしたら新曲リリースとかあるかもしれませんよ。ひぞこの新曲歌いますよ、これはもう発表してるんで、ひぞこの新曲は歌います。そこは出会ったらいいかないやいや、冷たいですね。ひぞこの 新曲はそこは出会ったらいいかないやいやいや、今は住吉山とかどう歌うか歌えから話してるよ。ひぞこの新曲僕も参加してますから、いやそう分かってるよ、だから住吉山とは歌いますけども、はい、ね、そのまあその笑いに変えるから歌うか歌わへんかやん、はい、これはまだ決まってない。なるほど、はい、もったいぶりやがってこれまあまあだから住吉新喜劇、はい、7月13日夜、土曜日の夜です、18時半から、はい、これ3連休の週です。おうおう、はい、それだけ言っておきます、はい、で日曜日それが大人が2500円でお子さん1500円、はい、でその次の日の丸ごとひぞっこ14日、はい、は19時半からです。19時半から1時間遅いです。おう、が、2500円と1000円です。なるほど、はい、これ丸ごとひぞっこはもう全然新喜劇と違う楽しみ方でまた面白いって言ってくださるんですよ、ああ結構周りの方、うん、その、ね、何全員目隠してるとか見えへんかなそんなんじゃない、見えへん行きたいとか、いやいや、それぞれ12人推しみたいなのがあって、ああ、ちょっと推しを応援するみたいなちょっと異様な、はい、他のと僕は説明下手くそなんで、うようできない、聞いててあんまピンとこないからまたちゃう楽しみ方ができると思うんで、なるほど、ちゃう楽しみ方を、はい、あの普通の新喜劇と違う楽しさがあると思う。何回言うんですよ聞いたわ、はい、すいません、いいよ、はい、うん、もう、はい、これ何回、はい、いやでも、はい、楽しみですね皆さんね、はい、ぜひともよろしく、 2days 来た人には、はい、プレゼントはありますので、ね、欲しいか欲しくないか知らんけど押し付けるように渡しますと、はい、ね、よろしくお願いします。ぜひ住吉大和君、ね、はい、あのチケットあのツイッターとかインスタでも言ってくださったら僕全然手渡しとかもできますので、うわ積極的、はい、持ってるんですかチケット今。チケット持ってます。あなたの良さだけが出して ありがとうございます、はい、あなたの良さと私の悪さだけで、はい、そんなわけでございまして、私の方からの告知は特別これっていうのはないんでございますけど、7月の1週目でございますかね、リオン花月の方で、久しぶりの内場さん集に出させていただきますよ。 あとはまあ何かありましたらこちらの方、まあこちらの方に出てますわ、来てください何かあったら、はい、そのわけでございまして、こんな声で申し訳ございません。このようなものが面白いな楽しいなと思ってください、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後何か言い残したことございましたら、はい、住吉大和です。それいや、やりのやってたで、いや、もっとやりたかった、もっとやりた、ごめん、はい、参加しなきゃいけなかったね、はい、はい、というわけでございます、本日は以上でございます、どうもありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ。
Ten Nobuyoshi! Ah!